今日からですね、ファイトクラブのワードローブ、衣装ですね。これをまあ一点ずつ紹介させていただきたいと思います。ちなみにこの胸像は、えー、半分エドワード・ノートン、半分ブラッド・ピットになってます。まあジキルとハイドですね。まあ映画の内容に即してなんですけども、えー、ぜひ映画の方を見ていただきたいと思います。で、えー、まず革ジャンなんですけども、 えー、これはですね1970年代ですねいわゆるあの、まあのまディスコサタデーナイトフィーバーの時代ですね、えー、トラボルタも着てましたけども、えー、その時代の革、えー、ジャンがモチーフになってます、まあ、特徴としましてはですね、えーまあ、タイトめで、えー、カーブスキンですねで作られているそしてこのように、えー、ディスコシャツを出すといったようなスタイルですね で、マックス・ケーリーでは、えー、カーフスキンをメインに、えー、製造しておりますけども、えー、シープスキン版もありますこれは、えー、ちょっと在庫の関係でたまたまシープスキンなんですけどもシープスキンはですね、えー、柔らかくて、えーまあ、軽くて扱いやすいですねただオリジナルの、えー、質感光沢感というのはやはりカーフスキンになります実はですね映画のプレミアでですねエドワード・ノートンがこれと全く同じデザインの黒を着てましたね えー、これはシープスキンなんですけど、まあ、黒の場合はシープスキンが合うと思います。で、えー、サイズ感なんですけどこのマネキンがですね、えー、180cm か 181cm ぐらいに設定してますで、えー、XL ですね US-42 を着てますでまあちょっと、えーまあ、ゆとりがあるような感じなので L サイズですね、えー、70年代風にピチッと着るには、えー、L サイズでもいいかなといったところですね。 えまあ、基本的に日本サイズでお選びいただければと思いますこのタイラー・ダーデンの衣装っていうのはですね、まあ、種類多いんですけれどもいずれも本当に洗練されててですね、えー、今年で映画公開20周年にあたりますけれども現代でも通用する本当にクールなアイテムばっかりですでマックス・ケイリではですね、えー、いずれも忠実に再現しておりますので、えー、これから随時紹介させていただきたいと思いますまたですね、えー、新しいアイテムも え随時、えー、追加していく予定ですのでそちらの方もご期待いただければと思います。